先週オールスターのスタメンの動画を作ったので、今日は引き続きオールスターのリザーブ、誰が選ばれるべきかではなく、今回は選ばれると思う選手を発表したいと思います。リザーブはスタメンと違って全チームのヘッドコーチ30人によって選ばれるので、それも頭に入れて予想しました。では早速いきましょう。リフト AF。こんにちは、リフトです。西から始めたいと思いますが、その前にちょっと文句言わせてください。西、うまい選手いすぎ。各カンファレンスから7人って決まってるので、選びたくても選べない選手が10人ぐらい出てきました。こういう選手たちには申し訳ない気持ちと罪悪感しかないので、来年からはオールスターの動画作りません。まあ、1年経ったらどうせ忘れてると思うけど、はい、でもとりあえず今年の西の予想チーム、まず最初のガードはデイミアン・リラード。ハーデンとカリーがこう細胞と皮膚と骨と血でできた人間やったら普通にスタメンに入れるぐらいのレベルでプレーしてるリラード。ピックアンドロールを読む能力だけやったらハーデンとカリーを越してるかもしれません。スリーポインターの距離と確率の高さ、ドライブの鋭さ、チームメイトをセットアップするパス力、すべてオールスター級です。今年しっかりと仕事してるヌルキッチや若干調子悪いマッカラムと共に、いつも通りレギュラーシーズンは強いブレイザーズを4位までリードしてます。続きまして2人目のバックコート選手はラッセル・ウェストブルック。シュート率が史上最低のレベルに近いっていうのは分かってます。しかし元々シュート率がそこまで高くないウェストブルックは、シュート以外の面でいろんなことができる選手で、今年今のトリプルダブルアベレージを保つことができれば3年連続ってことになるんで、いやこれこそ人間やめてますって。その上チームは西でトップ3、 PG が大活躍してるのも、ロールプレイヤーたちが点を取れてるのも、ラスがそれだけ相手のディフェンスを崩すことができているからです。ではフロントコートに移ります。次の2人ほど簡単なセレクションはありません。まずはアンソニー・デイビス。チームが弱いとオールスターにはなりにくいですが、ここ数年毎年 MVP 候補の AD ほどの数字を上げてると、さすがに勝敗も関係なくなります。このスタッツをハーとかホーとかフッとかって笑わずに見ることができますか？できません。スタメン投票では PG と同じ総合点数でしたが、タイブレーカーのファン投票では惜しくも負けたので、今年はリザーブとして選ばれるでしょう。続きまして AD と同じぐらい簡単やったセレクション、ニコラ・ヨキッチ。正直僕はスタメンに選ばれるべきやと思ったんですけど、知名度で言うたらこの5人の中では一番低いので、まあしゃあないですね。ナゲッツのスタメンの誰か2人ぐらいが常に怪我している中で、ヨキッチはこの不利な状況をものともせず、西でトップ2チームのワンマンエースとして活躍しています。普通の試合でもひっくり返るような派手なパスを出すヨキッチは、史上最強のプレーメイキングセンターと言われているのが大げさではないことを今回のオールスターゲームでも証明してくれるでしょう。次に2年連続で選ばれるんちゃうかなと思うカール・アンソニー・タウンズ。去年のプレーオフではクリント・カペラに恥をかかされ、遠足に連れて行ってもらってましたね。先生と幼稚園児の関係でした。ほんで今年のシーズン前の練習中にチームメイトやったジミー・バトラーに He ain't shit, man, he's soft とバカにされ、タウンズの株はだいぶ下がってました。しかしバトラーがトレードされてからはプレーのレベルがぐんと上がり、ミネソタもトレード前より勝ってます。オフェンス能力で言えばビッグマンではトップ5、そして今までやる気がないように見えたディフェンスもトレード後は別人のようにハッスルしてるおかげで、ミネソタ全体のディフェンスもインプルーブしてます。他にもハイレベルでプレーしてる西の選手はたくさんいるので、選ばれない可能性は十分にありますが、ここはキャットの最近のみるみる上がっていくプレーにかけたいと思います。この人が選ばれなかったら監督たちの目を疑ってしまいます。去年のディフェンシブプレーヤーオブザイヤー、ルディ・ゴベル。調子がやっと出てきたユタジャズ。シーズンが始まった頃から今まで一番安定してる選手はディフェンシブアンカーのゴベルです。ゴベル？ミッチェルは？って思ってる人もいると思いますが、ミッチェルは最初の方は調子悪かったっていうのもありますし、レベルで言うたらゴベルのディフェンスはミッチェルのオフェンスよりもエリートです。彼がコートに立ってるだけでジャズは NBA でも屈指のディフェンシブチームになります。オフェンスではピックアンドロールからのフィニッシュが優れていますが、やはりそれよりも NBA の監督なら彼のディフェンスを評価して今回は選ぶんちゃうかなと思います。そして最後は最近オンファイヤーのサンアントニオスパーズから誰も選ばれないっていうのは想像しにくいんで、ラマーカス・アルドリッチ。デローザンでもいいんですけどね、今年はもっとプレーメーカーとしても頑張ってるんで。でも 2way プレイヤー、オフェンスでもディフェンスでも優れてるっていう意味ではデローザンより LA の方が上なんで、56点試合もありましたし、最終的に選ばれるのは彼なんちゃうかなと思います。派手さで言うたら他の候補に比べて劣ってますが、まあ、なんと言ってもスパーズの選手ですからね。逆にオンブランドでええやないかと、監督たちの中ではそういう方が案外好感度上がる
んちゃうかなということで、ミッドからローポストのマスター、アルドリッジにしました。以上なんですけど、さっきも言ったように、選びたかったけど選べなかった選手、スナブが非常に多いんで、順番とか関係なく、トップ5スナブを発表しますと、まずはシーズンの初めの方は、自分が化け物やっていうことを忘れかけてたけど、あ、そやそや。そういえば俺バケモンやったな。で、最近やっと思い出したクレイ・トンプソン、チームメイトのアルドリッジと同じぐらい活躍してプレーメイキングに目覚めたデマー・デローザン、チームがもう少し強かったらな、もったいないな。まあ来年からは引退するまで毎年選ばれるやろう、ルーキーセンセーションルカ・ドンチッチ、最近まで思いのほか調子良かったクリッパーズのエース、トバイアス・ハリス、もしくはガリナリ、世の中を誰も予想してなかったサプライズチーム、サクラメント・キングズの期待のポイントガード、ディアロン・フォックス、スナブは他にもたくさんいますが、個人的に気に入ってるディフェンシブモンスターのジュルー・ホリデーとか、ヨキッチがバットマンやったらロビン役のジャマール・マレーとか、俳優、そしてたまに NBA でも活躍してるアクアマンとか、最近調子が出てきたスパイダーも、ほんま勘弁してください。今年は西ではオールスター候補多すぎて、どう転んでも納得できるチームが選べません。しゃあない、もうこういう年もあるわ。じゃあとりあえず東に飛んでいきましょう。トップバッターは去年のルーキーオブザイヤーベン・シモンズ。司令塔というのはこういう選手のことを言います。相手の上を簡単に見ることができるサイズがあるだけではなく、ディフェンスを一瞬で抜くスピードとボールハンドリングのスキルもあります。弱点のシュートは確かに笑われてもしょうがないぐらい苦手ですが、その分ポストゲームが優れてて、ディフェンスでも長さを武器として相手を苦しませることができます。1年目、去年の活躍があまりにも衝撃的やったので、今年思ったより成長してないなっていう人もいると思いますが、西より層が薄い東ではおそらくリザーブとして選ばれるでしょう。そしてシモンズのバックコートメイトはヴィクター・オラディポ、残念ながら先週怪我をしてしまい、今シーズンはもう出れないというニュースが流れました。しかし3位のペイサーズのエースは、技術面でもチームのカルチャー的にも間違いなくオラディポです。去年と比べたらスタッツが少し下がってますが、スター選手の層が低い東では去年に引き続きオールスターとして選ばれるでしょう。あと確か怪我人の代わりに出る選手はコミッショナーが決めるんで、もしかしたらないとは思いますけど、アダム・シルバーが怪我をしてるオラディポの代わりにドゥエン・ウェイドを入れる、さすがにないとは思いますけど、まあそうなったらおもろいな。ではフロントコート、2週間ぐらい前にこの選手についての動画作りました。ブレイク・グリフィン、チームは弱いですけど、クソがつくほど弱くないのはマスト・シー・ BG がいるからです。去年クリッパーズからトレードされスタッツも下がって、シーズンの最後の方に怪我をした時はグリフィンももうそろそろ終わりかなっていう雰囲気でした。しかし今年はブレイクにとってほとんどの人が予想してなかった素晴らしいカムバックイヤーになっていて、キャリアハイの 26.5 得点をアベレージしながら、決して得意でなかったスリーポイントはもう 36.5% の率で毎試合 2,3 本決めてます。東では数少ない怖がられてるスターということで、監督たちもブレイクを選ぶと思います。弱いチームの後は流れ的に強いチームを出さなということで、バックスのクリス・ミドルト、バックスといえば当然ヤニスですが、チームの成功は一人ではつかめません。層が厚いバックスは他にもオールスターになってもええんちゃうかっていう選手は全然いますが、その中でも一番目立ってるのはシュートが得意で、ディフェンスも長さを使って3ポジション以上ガードできるミドルト。12月は少しスランプになってしまいましたが、バックスのアイデンティティとそれに合った選手の価値を考えたら、他のチームメイトに比べてミドルトンがやや上なんちゃうかなと思います。これまた流れ的に強いチームの後はまた弱いチームという、まあようわからんけどスタッツが普通にヤバいニコラ・ブーセビッチ。マジックはシーズンの初めの頃は強くて、そっからズルズルと落ちてしまいましたが、ブーチのプレーは全く落ちていません。一見ようある弱いチームでのすごいスタッツっていうタイプの選手に見えますが、そういう選手のスタッツは大体シュート率が低くて効率が悪いスタッツなんですね。ブーチは効率的な上にプレーを見てると、ポストアップはできるわ、去年まで平均以下やった外からも打てるわ、パスもこんな上手かったっけって思うぐらいビッグマンにしてはプレーメイクもできるわ。東ではオールスターになってもおかしくない活躍ぶりです。もちろん西によったらこのチームの成績やったら無理やけど、ラッキーなことに東の選手なんで、このキャリアイヤーに監督たちも気づいてたら、彼も2週間後はシャーロットでプレーしてるでしょう。まあオラディポの怪我もあるんでラスト3人です。また弱いチームからの選手になってしまうんですけど、ブラッドリー・ビール、はっきりと言いますがもうウィザーズにはうんざりです。唯一見る価値があってウィザーズもトレードせずに取っとくべき選手はブラッドリー・ビール。
ディールやと個人的には思います。ジョン・ウォールが怪我をしてからウィザーズが調子良くなったのも、ビールが化け物スタッツを上げてるのも偶然とは思えません。まあ、ウォールのことは置いといて、まあ別にね、彼のアンチではないので、ビールは今年メジャーなスタッツが全て上がっていて、ただのスコアラーとかセカンダリープレイメーカーではないということを証明してるので、せめてオールスターゲームで他の上手い選手たちとプレーして楽しんできてほしいです。続きまして、カイル・ラウリ。バックスと同じで層が厚いラプターズからは、他にも出れる可能性の選手はいますが、このチームの真のリーダー、そして2番目に上手い選手はカイル・ラウリーです。得点やシュート率はぐんと下がっていて、とてもじゃないがオールスターのスタッツには見えません。しかし今年はカワイの調子を生かすためにラウリーはプレースタイルを明らかに変えてる結果、アシスト数がめっちゃ増えてます。今までスコアリングポイントガードとして活躍してたラウリーはオフェンスのスタイルは変わりましたが、ディフェンスに関して言えば厄介なイノシシみたいにチャージングやストリップを重視した相手をイライラさせるスタイルは変わってません。チームにとって欠かせないラウリーのエネルギーや彼がコートにいる時といない時のチームの強さの違いに NBA の監督なら気づいてるはずです。そして最後は最近なぜか調子良くなってるブルックリンネッツのポイントガードディアンジェロ・ラッセル。ここまで調子良くなってるネッツから誰も出さないっていうのはありえないと思うので、ラッセルか最近怪我をしてしまったけど非常に勝負強いスペンサー・ディンウィディ、どっちかは出ると思います。ネッツはエースのレバートがヘイワード並みに恐ろしい怪我をしてしまってからは誰からも期待されてませんでしたが、若い連中特にラッセルのキャリアハイの得点、アシスト、シュート率によって急上昇してます。レイカーズにいた頃はニック・ヤング事件や子供っぽくて生意気やっていうことでチームメイト全員に嫌われてしまい、マスコミにも叩かれてましたが、最近のラッセルの活躍は彼のことが嫌いでも否定できないはずです。みんな忘れてると思うけどまだ22ですからね、やつはオールスターになれば彼のイメージも上がると思うので、監督たち過去には影響されず今年のラッセルを見てやってください。以上、オラディポ入れて8人のリザーブでした。東では西ほどのスナブはいませんが、一応何人か欲しい人はいます。まずは技術面で言うたら当然オールスターのジミー・バトラー。ただ4ヶ月の間に複数のチームに迷惑をかけるようなことをしたらさすがに監督たちも選びにくいような気がします。次にミドルトンと同じぐらいオールスターになる可能性があるチームメイトのディフェンシブビースト、ベビー・レブロンと呼ばれてたエリック・ブレッドソー。てかバックスのスタメン全員出るチャンスはあると思います。バッド監督がホークスから4人出した時みたいに。そして MIP 候補でもありカワイとラウリーが怪我で何試合もミスってる間も常にチームの2番目か3番目のスターとして活躍してるパスカル・シアカム。ラッセルと同じぐらい活躍してフォースクォーターでは彼よりも頼られてるシックスマン、スペンサー・ディンウィディ。まああとはボストンかインディアンの誰かですかね。テータムかホーフォード、ボグドノビッチかターナーかサボニス。ここまで来るとスナブっていうほどではないですけど、いかがでしょうか。皆さんはオールスターのリザーブ誰が選ばれると思いますか。コメント欄に書き込んでください。そして今回この動画作ってふっと思ったんですけど、ちょっと NBA に提案があります。明らかに東と西の間にスター選手の数のギャップがあるんで、実際の試合もイースト対ウエストっていうフォーマットから離れたわけですし、カンファレンス関係なくリーグで一番上手い24人、そういう投票に変えるのはどうでしょう。あとできればスナブをなるべく出さないために、だいたい各カンファレンスで 2,3 人は出るので15対1015に増やすのはあかんのかな。 NBA のチームのロスターって15人まで OK やし、オールスターゲームでの一人一人のミニッツは下がってしまいますけど、オールスターの目的はこういう選手のいいシーズンを認めることなんで、変えてもええんちゃうかなと思います。だってもったいないじゃないですか。12人までやからドンチッチはあかんとか、クレイは今年はオールスターちゃうとか、いや明らかにオールスターでしょうっていうようなやつがスナブされるのってやっぱなんかもったいない気がします。これに関しても皆さんの意見を聞けたら嬉しいです。これからもバスケ NBA の面白さをみんなで広げていきましょう。デハデハ、平和。